業界団体によると、都内のオイスター専門店は1999年の時点ではわずか1店舗でしたが、そこから右肩上がりに増加を続け、厳しい外食バトルの中で去年は43店舗にまで勢力を拡大するまでに。そうした勢いに乗りたい柿王国広島、今年一番の PR 事業でというこの一大プロジェクトを成功に導くため、どうしても力を借りたい女性たちがいるのだとか。それは最初のターゲットはそうした柿ガール。柿ガールなんですか？柿ガール。柿を愛してやまない、その名もズバリ柿ガール。彼女たちは日本オイスター協会が認定したれっきとした柿の親善大使なんです。柿ガール歴2年7ヶ月の加藤優さんと、柿ガール歴1週間の新人久保田さゆりさん、1日に柿を40個食べることもあるという2人。この日もやっぱり赤ちゃん柿の方が雑味がないですよね。なんかすごいクリアな。さらに先輩柿ガールの加藤さんは柿のソムリエともいえるオイスターマイスターという資格を持っていて、柿の種類や産地などに関する知識も豊富。まさに柿好き女子の代表とも言うべき存在なんです。ちょっと照れくさいですけれど、なんかよく覚えてもらえるし、一緒に牡蠣も好きになってもらえたりするので、そういう意味では嬉しいです。そんな牡蠣ガールが牡蠣に魅了されているのには、味覚だけではない女性ならではの理由も。疲れてる時にいっぱい食べて、いっぱい寝るともう次の日には回復してます。低カロリーだし、栄養豊富で綺麗になれるし、もう最高の食材だなって思ってます。海のミルクと呼ばれる牡蠣は、そう、疲労回復や、美肌効果、ローカロリーで、すごい栄養を含んでると言われています。そして美味しくいただくには、まずは生食用と加熱用、こちらは必ず守っていただくということですね。菌検査されているもの、そして衛生管理がきちんと整った環境で売られているものを購入していただくのがポイントです。これからが本番を迎える牡蠣の冬の陣、各産地の熱い戦いの火蓋がいよいよ切られます。